どうも、ナミさん、お疲れ様です。今日も動画の方送っていただきましてありがとうございました。まあ、旅は道連れ、要は情けと言いますけども、今日から旅の予定があるそうですね。いや、いろんなところを巡っていただきたいと思いますけども、さあ、今冒頭でお話した、旅は道連れ、要は情け、これって一体どんな意味なんでしょうかね。ちょっと調べてメモってみました。これはね、たった一人の旅、同行者のいない旅っていうのは心細いものであると。確かにね、一人旅ってのは気楽さもありますけども、ちょっと心細かったりしますよね。で、世渡りでも長い人生の旅をしているようなものであるから、互いに助け合って、人生航路を渡っていくのが賢明であることを言う。まあ、つまりね、この旅っていうのは、旅行でもあるんですけども、人生のことを表してるみたいですね。だから人生でいろんな人と出会う。そのたんびに、あ、旅は道連れ、世は情けだなと。世の中一人ぼっちでいると寂しいから、人生の途中、人生という旅の途中では人と触れ合って、そしてですね、この人に身を預け心を預けってこともあるもんだなっていうふうに振り返ったとされる、そんなね、歌だなということがわかります。まあ、今回ね、私もいろんな夏の旅をこう考えていたわけですけども、そうですね、私の人生のためには今家族と者が合流しております。そしてこの夏の旅にも家族がいつも一緒ですね。そしてその家族もいつかは別れ別れになっていく。まあそういったこともあるのかなということで、まあちょっとだけね、寂しさをこの感じながらの、まあ世は情けということで今回は締めたいと思います。それでは旅の安全を祈っております。